はいどうも、旅人 IT ライターサトルです。本日は羽田空港に来ております。今日ですね、1月31日なんですけれども、 ANA と鬼滅の刃のタイアップ、鬼滅の刃ジェット1がね、国内線、就航者便ということで、それに乗って、レポートしようかなと思っております。すでに、ね、お披露目会の様子と、あと昨日ですね、1月30日に成田で遊覧フライトがあって、それの離陸というか、出発の様子、羽田からの出発の様子はちょっと撮ってたんですけれども、今日はね、国内線初便ということで、一応予約してありますんでね、それに乗ってフライトの様子を撮ろうかなと思います。なんかスペシャルアナウンスとかあるらしいので、そちらの方ちょっと撮ってみようかなと思います。はい、展望デッキの方は上がってきました。あちらは本日乗る鬼滅の刃ジェット1 767-300ERですね。あんな感じでデカールでデザインされております。片面約60枚、横幅約30メートルちょいかなのデカール60枚ですね。だから片面60枚使って装飾されております。これね、両サイドでデザイン違うんで、ちょっと反対側取れるかな、行ってみますね。あ、残念、右側面はちょっと取るのは厳しいですね。というわけで、前日、前々日撮影した映像がありますので、そちら挟み込みたいと思います。左側こんな感じでデカール貼られております。4人のキャラクターがね、描かれておりまして、炭治郎とか禰豆子とかですかね。はい、はい、展望台寒いということで、ちょっとね、チェックインというか、セキュリティ受けてゲートの方へ向かいたいと思います。もう1時間切ってるんでね、ちゃっちゃと行こうかなと思います。はい、セキュリティ抜けてきました。64点は65のゲートの間にいますが、あちらに止まってますね。ちょっとね、ガラスが2枚あって見にくいかもしれないけど、はい、鬼滅の刃ジェットあそこに止まっております。初便の方 NH241、福岡行き7時25分発ですね。こちらの方オリジナルの案内も出てます。東京羽田から鬼滅ジェットということで、オリジナルの案内も出てますね。また当便は特別案内行き鬼滅の刃ジェットで運行いたします。思いをつなげ絆の翼をコンセプトに、特別機限定の機内サービスにて皆様をお迎えいたします。来年秋に鬼滅の刃と例年の契約によるサービスをお楽しみください。本日もサービスメンバー連絡をくださいまして、ありがとうございます。お待たせいたしました。続きまして、グループ2のお客様登場ください。ノートもらいました。よいしょ。こちらになりますね。ヘッドレスカバーこんな感じで、レザーなのかな、オリジナルのものになってます。
というわけで福岡到着しました。この後お見送りもちょっと通ろうかなと思ってます。
はい、福岡空港の展望デッキまでやってきました。今乗ってきた鬼滅の刃ジェットが駐機していますね。この後鬼滅の刃ジェットは羽田へ戻って、その後羽田伊丹の往復、さらに羽田新千歳、札幌ですね、新千歳の往復と1日3往復になってます。これはねスケジュール2月15日まで固定となっておりますので参考にしていただければと思います。詳しいスケジュールは ANA の公式サイトの方に載ってますのでご確認ください。というわけで羽田へ向かっていく鬼滅ジェットなんですけれども、この後ですね、出てきたスカイマークのポケモンジェットと並んだ撮影ができました。夢のコラボレーション実現という感じですよね。このスカイマークのポケモンジェットじゃない、ピカチュウジェット、こちらのお披露目式の方も動画で公開しておりますので、概要欄に URL 貼っておきますのでぜひご覧ください。実は福岡空港の展望デッキ来るの多分初めてだったと思うんですけれども、この福岡空港もいろんな航空会社のいろんな飛行機飛んでくるんで結構見ていて楽しいですね。アイベックスの楽天イーグルスデザインの機体なんかも見かけましたんで、まあ、今度またゆっくりと見に来てもいいかなとか思ったりしました。というわけで鬼滅の刃ジェット1国内線就航初便の搭乗レポートをお届けいたしました。皆さんもぜひ機会があれば乗ってみればいいんじゃないかなと思います。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録などよろしくお願いいたします。またね。